ついにこの時が来たぜ。みんな、あたいは前、思いもよらない人とライブしたいと願った。そして今日、その答えをこの島で見つけた。それはかつてこの島を巨大な楽器に変えた人だ。名前も顔も知らないけど、そいつは間違いなくテイワットで最も偉大な音楽家の一人だと思う。まさかこんな楽器に出会えるなんて思わなかったぜ。潮の満ち引きを利用して音を奏でるなんてな。いや、この音楽はソウルメイトへと送るもんだからな。原住民に合わせた方法で合奏するつもりだ。今日はロックじゃなくて新しいもんを見せてやるよ。この合奏を気に入ってくれますように。どうだ、なかなかいい響きだったろ。素晴らしかったです。かような音の調べ聞いたことがない。実に興味深いものでござった。それになんだか上品だったな。それからなんていうか、今までと全然違ったぞ。アンガトな、みんな、これであたいの願いも叶った。他にやりたいことはないのですか？あ、ねえな。今夜はぐっすり眠れそうだ。みんな、これでしばらく時間が空いたと思う。そこで一つ提案があるのでござるが、ファデュイの拠点に行ってもう一度状況を確認しようと思うのだが、どうでござろう。おや、あなたたちもファデュイの拠点を見つけていたのですか。ふむ、まさかお主も。私は天才占星術師ですからね。それに前にも言いましたが、水裏の番が少し回復してきています。今なら占いでここの状況を感じ取ることだってできますよ。え、ここにもファデュイがいるのか。ええ、それから今日フィッシュルと別れる際にこのことを伝えておきましたから、彼女の心配はいりません。仮にファデュイに遭遇していても身を隠すでしょう。なるほど、それではこちらも情報を共有しよう。奇妙な装置に取り乱すファデュイ、それがあの元凶と関係しているということでしょうか。断言はできない。だが全く無関係とは思えぬでござるよ。確かに可能性はあるな。なら早速拠点に行ってみようぜ。